福岡パルコに設置される自動販売機から出てくるカプセルには、LCC のピーチアビエーションが福岡空港から運航する5つの路線のうち、どれか1つの行き先が書かれたチケットが入っています。1回5000円でチケットを手に入れることができ、指定された行き先までの航空券購入に使える6000円または1万円相当のポイントに交換できる仕組みです。先行して販売している大阪など3つの都市では、合わせて1万個以上が売れる人気ぶりです。新しい出会いとか、新しい土地の魅力を感じていただくっていうワクワク感、それを味わっていただけると嬉しいなと思います。旅くじは今月14日の午前10時に販売が始まり、初日限定で3万円相当のポイントに交換できる赤の旅くじが5つ入っているということです。